車の取説。ジープ、ラングラー。ジープブランドを象徴する存在であるラングラーは、現行の JL 型が4代目。本格オフローダーとしての走破性はもとより、唯一無二のスタイルやアクティブな世界観は、ファッションアイコンとしても人気を集めています。ラインナップはいずれもフォードア仕様となるアンリミテッドサハラとアクロ走破性を極めたアンリミテッドルビコンの2種類。価格はサハラが727万円、ルビコンが767万円となります。パワートレインは2リッターの直噴ガソリンターボと8速オートマの組み合わせのみ。 4WD システムはパートタイム式とフルタイム式の機能を合わせ持つフルタイムオンデマンド 4WD を搭載します。 WLTC モード燃費の最良値はリッター10キロ、ターボエンジンながらレギュラーガソリン仕様となります。今回はアンリミテッドサハラで高速道路と一般道をおよそ180キロ走行しましたが、メーター表示の実燃費はリッター 6.8 キロでした。運転支援システムは全車速追従式のアダプティブクルーズコントロールや緊急時の衝突被害軽減ブレーキ、前後のパークアシストなどを標準装備するものの、現代の基準と照らし合わせるとやや見劣りするのは否めません。ボディサイズは全長4870ミリ、ホイールベース3010ミリ、全高1845ミリ、全幅1895ミリ、最低地上高は余裕の200ミリを確保しています。エクステリアは民間用ジープ CJ5 のデザインを色濃く反映。タフでワイルドなジープらしさ全開です。その一方、アルミニウムによる軽量光合成化、前後ライトの LED 化、取り外しが容易になったフリーダムトップなど、モダンな進化を遂げています。インテリアは車両姿勢をつかみやすい水平基調のインパネや武骨なデザインを継承しつつ、ラングラー史上初となる装備を多数採用。キーレスエントリーやプッシュ式のエンジンスターター、7インチのフルカラーマルチディスプレイなどによって利便性を向上させています。後席は6対4の分割加灯式。居住スペースの拡大やシートの最適化によってより快適な移動が楽しめます。ラゲッジルームには縦開きのガラスハッチと横開きのバックドアを開けてアクセス。後席を前倒しするとおよそ2000リットルの広大なスペースが現れ、さらに床下収納も備えます。ドリンクホルダーは前席に2箇所、後席はセンターアームレストに2箇所の合計4箇所。 USB ソケットはタイプ A と C を3つずつ、合計6つ装備。最新世代のインフォテインメントシステム U コネクトも標準装備します。今回試乗したアンリミテッドサハラは2リッターの直噴ガソリンターボと8速オートマを搭載し、街中から高速までストレスのない走りを実現。レギュラーガソリン仕様であることも嬉しいポイントです。もちろんラングラーの真骨頂といえば道なき道を行くアクロ走破性。シフト横のトランスファーレバーを操作して通常の 4H オートからクルーズ用の後輪駆動 2H、雪道や砂利道で有効な 4H、岩登りまで対応する 4L へ切り替えることができます。東京湾アクアラインを時速70キロで巡航している時の車内の騒音レベルは62デシベル程度でした。ジープの伝統を継承しつつ、
より快適な冒険を実現するラングラー。アクティブで自由なライフスタイルを楽しむ人にとって、最高におしゃれで最高に頼れる相棒になることでしょう。